面の前の皆様こんにちは、メルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイレート新コンテンツ新サバイバー来ています。はい、こちらのリー・ユンジンのパークなんですけどもですね、自己防衛というパークがまずあります。これはですね、12メートル以内にいる他の生存者が通常攻撃また特殊攻撃を受けるたびにこのパークが発動し、足跡が10秒間表示されなくなるということになってます、うん、なので近くでキラーの近くで立ち回るときに結構有効になってくると、はい、そしてもう一つがですね、大ヒット、うん、パレットで殺人鬼をね、ひるませたときに通常の 150% の速度で3秒間全力疾走するという、なんとね、加速系パークが久々に来ました。板を当てたら加速する、不思議だよね。そして出世ガイド、こちらはですね、他のね生存者がフックに吊るされるたんびに3トークンずつゲットしていくと。で、これスキルチェックがグレートをね、出した時にこの進行度が1トークンにつき 1% なので、3トークンの場合 3% 余分に増えるといった感じになっております、うん、いやー面白い感じだよね。前回のね動画、ご視聴ありがとうございます。なんつうてもね、この使い心地キラーの、うん、結構酷評されてて、界隈ではね、うん、もう殴った方が早いっていう、ね、コメントでもあったけど、殴った方が早いんじゃないかみたいな多分ね調整はされるんじゃないかなと思ってます。はい、うん、で調整されて、もう少し強めになるのかなと思います。私的にはですね、投げナイフガンガン投げまくるっていうのはね、結構面白いな、面白いし爽快だなと思ってますね。ハントレスってその一つの斧が非常に重要で、あ、今誰かナイフ受けてるね。一つの斧が重要で、これがですね、こうあんまり慣れてない人からしたら本当にこの熟練度を上げていかないと楽しめないっていう、キラーだったんだけども、投げ系のね、キラーであんな、まあ、なんかもう適当投げてればいいみたいな言い方は悪いですけどね、でも投げ系の、まあ、キラーを使えるっていう面ではいいのかなと私は思ってて、うん、近くに来てるぞ。で、私ね、その板当てて加速するというパーク、こちらはね、まあどうなんだろうなっていうところあるんですけど、デッドハード持ってきてます。うん。使う局面がね、少なかったりするんで、板を当てれないと発動しないから、こちらのパークは腐りやすいなというところですね。うん。で、3トークンゲットもね、吊るされないと意味がないので、これも、おー、来てる。来た。足に肩がね、かっこいいんだな。あ、ちょっと待って。乗り越えたところが封印されましたね、窓枠。これがキラーのパークです。これ、チェイスしちゃうか。15秒ぐらいだっけ、これ。どっか行ったの。あ、気づかれてる。来るぞ。痛い。お尻に刺さったじゃねえか。俺。足の速さは別にそんな遅くないはずなんですよ。今度はこっち、痛い。おいおい、あれ、長弾のアドボン積んでますね。あ、痛い、痛い。もうすぐ溜まっちまう。痛い、来た。次食らうとね、負傷状態になります。これは食らいたくねえぞ。うわ食らってから殴られるのが一番ね大変なんで。あ、よいしょ、窓枠封印されるね。いや、まやかしのまた使いやすい感じでいいよね。これは結構避けんの大変だぞ、これ。この開けたとこ。いいね。そんなふうにいいね。かがんで避けれるもんなのか。
商談って避けるの大変だねこれ。デッドハード、デッドハードちょっとミスった。うん、よいしょ、パキーンって言うぞこれ。危ない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 、あぶね、挑戦してきた、挑戦してきた。なんだこれ、よいしょ、まず電気残り1台だぞ。こだわりすぎじゃない、痛い、まずいまずいまずい、まずまず挑戦する挑戦する、いやあぶね、挑戦避けた、あぶない。何発投げれんだよ。ほんとこれ70発以上持ってるな多分。まあ、これがですね、まあ、弱いじゃないかと、うん、なるんだけど、これ要は投げナイフにこだわりすぎなければ、いや普通に別に使えるっちゃ使えるんですよね。ただ投げナイフの意味ってなってくるんで、多分そこら辺はね調整されるんじゃないかなと思います。ビジュアル的にはですね、私は結構好きで、うん、まあ、いろんなかっこいいスキンとかがね出てくれるんじゃないかなと思うんですけど、このねリー・ユンジン、どことなく誰かに似てないですか。どことなくね、私バブリーナさんに似てるってる気がすんだよな。なんか似てる気がすんだよな、気のせいかな。なのでバブさんはこのコスプレめっちゃ似合うんじゃないかなと思いますね。あのネオン柄のまたバットはかっこいいよね。あれこれ私もしや、え、ミス、あ、来てくれた、よかったよかった、来てくれました、ありがとうございます。後ろ歩きしてきた。来てるぞ来てるぞ、そっち側から治療入れちゃおうか。そういう感じでですね、私、まあ、まだまだ調整多少必要なのかなと思うんですけど、気に入ってます、うん。パークはね、例によって使いどころ難しいやつがあったりね、あ、これ使えるんじゃないかっていうのが混在してるんですけどもね、うん。まあ、おすすめ的には足跡残らないのは割と私いいのかなっていう気がするんですけど、サバイバー柄からだと体感、分かりづらいよね。おい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 、ああ、ハリー治療が気持ちいい、ハリー治療が、ああ気持ちいい、ああ気持ちいい。ねえ、ちょっと短かったかなこれ。では次につなぎましょうか。あ、一応リザルト見とこうか。なるほどね、うん、きちんとやっぱこういうパークで組んできてますね。はい、次の試合行ってみましょう。まあなんかこうコラボのキラが良かったとか、そういう意見もあるみたいなんですけども、確かにねコラボ欲しいなっていうタイミングではありますよね。うん、もう多分権利関係でねいろいろごちゃついちゃうんだろうね。まあオリジナルキャラで強烈なのをね出してほしいなって私は思いますけどね。リン以来やっぱ強烈なキラーサバイバーってなかなか出てこなかったじゃないですか、うん、オリジナルでね。で今回は日本人キラー、韓国人キラーと来ててね。私いいかなと思いますけどね、うん、で年に4回出るんですよ新キラー、うん、まあ、そのうちの1回がコラボぐらいでいいのかなと。いやまあその年に1回コラボでも結構な多分ペースなのかなと私は思うんですけどね、うん、最近他のね非対称の、ホラーサバイバルのゲームやったんだけども、その動画上がってるんでぜひホームズ、おーしょ来た今ほら釣られた時にトークンゲットして、そのトークンを使って今進みましたね。ドンって言いましたね。もう一回誰か釣られてくんないかな。もう一回誰か釣られてくんない、ドンを聞かせてあげたい。でそのグレートスキルチェックをね、狙わなくちゃいけないのでトークンを使うためにね、なのでテクニシャン持ってきてます今回パークでね。テクニシャン持ってきとけばグレートスキルチェックミスったとしても発電機が爆発しないっていうのがあるからね、うん、まあ積極的にグレートを狙っていけるんじゃないかなっていう。
はいよー、あ、よっこ一緒、行きましょう。帰ってくるかな、大丈夫そうだね。意外とあのナイフって直線上届くからね。あ、でさっきの話に戻るんですが、そのホームスイートホームサバイバルっていうのやってたんだけど、やっぱね、非対称のゲームでね、ここまでね、あの新コンテンツを入れて調整ずっとし続けてるのってね、もう DVD 以外ないっていう唯一無二の非対称サバイバル対戦ゲームと、これはここもう10年崩れることはないんじゃないかなと思いますね。私本当2、30年に1本の名作だと思うよ、このデッドバイデイレード。もうすぐ実は私も、あ、失敗した。グレード。でも大丈夫、爆発しないから、その分戻るんだけどね。その分交代すごいんだけどね。ちょっと来た来た来た。大丈夫かな。しかも足跡残んないのが、足跡残んないのってこれ多分通常攻撃によるもんだから、あのナイフ近くであの子食らったとしても、あ、でもこれ多分足跡残るんだよね。そう考えると微妙だな。どっか連れてってくれましたね。楽しそうだね、なんかキャッチボールしてるみたいで。あ、溜まったね。お、気づいた。じゃあネアンが釣られたらトークンゲットだ。トーク今のとこね、12ぐらいまで溜まってるのは見ましたね。4回釣られて12溜まってるみたいな。1回3っていうね。だから結局1つ 1% なので12%、合計で 12% 分、早められるっていうグレードでね。でも何らかの条件下でそのトークン失ってたんで、なんかあるんでしょうね。真ん中の家やりましょうか。で、例によってこれ PTB ってのは、PC 版のみで、PC 版持っててベータをダウンロードしてる人たちだったら誰でもできるっていう状態なんですが、ランクとかそういうマッチに関しては基本ガバです。はい。おそらく設定されてないんだと思います。ベータでもね、ランクマッチ採用してたら誰ともマッチしないから、バラバラなんですよね。ノー、やっちまったな。グレードスキルチェックミスっちまったね。さあ釣られますよ、トークン見てください。はい、ゲットしました、3トークン。これをグレイ、ちょっと待って、来てる。当たってくね、いて。でもこのね、列車というメーター、時間においてどんどん回復します。それを回復を遅らせるアドボンとかキラーをつけることもできますね。そろそろ減っていってますね、減っていってますね、今ちょうどね。ちょっとあの子ラストなんで、私肉壁しに行きましょうか。多分ナイフ投げられてんなら私が肉壁した方がいいでしょう。私がタゲ取りましょうか。ほれ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 、この木のとこで。ああ、殴る、バットで殴られた、バットで殴られた。あ、よいしょ、スンと。お、向こう側行きましたね。どっちか来る、どっちか来る、そっちからかな。向こう行った。危ない危ない。あ、スンと、なるほど、危ない。まず、いって、効くねー、その生態、効くねー、針治療効くねー。奥に行っちゃうぜ。どっちかく、どっちかく。危ない、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 危ない。危ない、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 危ない。お、別の人に竹移ったか、これ。オッケー。こんな感じでですね、トークン貯めてスキルチェックの時に、でも板当てたいね、板当てて加速したいね。なんかさ、板当てて加速するぐらいならしなやかがいいんじゃないかっていう元も子もない意見あると思うんだけど、元も子もないよね。
どういう時にいいんだろうね。あれかもしんないですよね、そのこっち来る音量の怒りってあるじゃないですか、パークキラーの。板当てても避けてく、板当ててもこうほとんどの隙なく次の攻撃繰り出せるっていう、うん、あれやられるとさ、もう逃れようのない次の一撃が待ってるけど、あ、板当てた瞬間音量の怒りの人からすごい話すことができるっていうのはかなり大きいよね。カニバルとかがたまにつけるから割とそういう対策ではいいかもしれませんね、うん。まあ、そんなこんなで脱出できました。うん、ゲイ、うん、ガバマッチそんなこんなでよかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。拡散の方していただけると嬉しいです。なんと前回の動画、急上昇に入りました。久しぶりに入りました。ありがとうございます。それでは皆さんの良きゲームライフの方に祈っております。メルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は画面のボタンから、ベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。